どうもこんにちは、根岸です。本日はこちらのお話です。はい、というわけでですね、今回は先ほどの機種を紹介しようと思います。こちらのですね、ミニ DV というテープを再生する機器になります。これがですね、以前紹介したような VHS だったり、8mm ビデオとかっていうのがあったと思うんですけど、それのさらに後に出たものですね、95年くらいから出たものですね。すごいコンパクトで、外で撮影するように小型化されたようなものですね。で、VHS とかはいわゆるアナログ方式で収録されているものなんですけども、今回のそのミニ DV、 DV っていうのがデジタルビデオの略なんですね。なのでデジタルで記録されるものになります。なので品質も飛躍的に向上しています。見た目で判別はちょっとできないものなんですけど、このデジタルビデオの中にあの HD の品質で入れるっていう企画もあるんですよ。 HDV と呼ばれる企画なんですけども、これがですね、やっぱりその HD で入るのでさらにこう品質よく撮れるんですね。ただちょっと機器の相性でですね、再生できない機器もあったりするんですよ。その HDV 企画に、対応してないものに関しては、例えばその収録したテープを入れても表示されないというものもあるので、ちょっと今回紹介している機器がですね、その HDV 企画に対応してないものなので、実際にちょっとそういった HDV のテープを入れて再生するとどうなるのかっていうのもちょっと比較で見せたいなと思います。それでは実際にこちらの機器を使っていきたいと思います。はい、というわけで今回はソニーの GVD1000 を紹介したいと思います。はい、こちらはこういった形で、今閉じた状態ですね。で、これをここ下開けるとこのように液晶が出てきて、ここに、ボタンなり、テープ入れるところが出てきます。かなり、細かくボタンはありますね。操作に使用する、再生だったりっていうところはちょっと分かりやすくなってますね。で、電源ボタンはここになりますね。で、横ですね、この側面にこういった端子類がありますね。で、背面はこのバッテリーですね。ここにバッテリーがはまるので、ここにはめれば要は電源駆動できて持ち運びできるようになります。で、ケーブルをつないで電源つければここですね、ここに端子があります。ここに DV 出力用の端子だったりもついてますね。それでは電源をつけたいと思います。背面のこの部分ですね、こちらに挿します。よいしょ。ケーブルではなくバッテリーをつける場合はこちらにつきますね。で、外したい場合はここで外せます。バッテリーの最大使用時間が、説明書見る感じだと8時間とかできたと思います。それでは電源を入れたいと思います。こちらを緑のボタンを押して横にスライドさせる形で、こうそれでこのように電源がつきました。テープを入れたいと思います。下にスイッチがあるのでこちらでオープンするとこのようにまた出てきます。でテープはこのまま入れて、でこれも上から押すだけで勝手に装填されます。これでセット完了です。あとは再生ボタンを押せばこのまま再生されます。で、この画面にですね、データコードといって、要はカウントを出すこともできます。それがですね、この一番左上の画面表示というボタンがあるので、ここを押すとこのような形で表示がされます。だいたい今何分ぐらいかなっていうのを見ることができます。こんな感じですね。こういったスロー再生だったり再生ズームっていうのがありますね。再生している画面を拡大するようなものですね。で、あとはこの今再生している音声がちょっと音量を変えることもできます。ここに音量調整があるので、このように音量を大きくしたり、小さくしたりすることもできます。で、ものによってはですね、 DV テープっていうのが結構機器の相性が強くて、例えばその撮影した機器では見れるけど他の機器では見れないということが起きるんですね。で、例えばその長時間モードか何かで撮ったやつを別の機器で再生した時にこうしましまのノイズが出たりするんですよ。で、こういったのが出ちゃうとちょっとその機器では再生するのが難しかったりするので、撮影した機器で見た方がいい時がありますね。この味早送りや巻き戻しももちろんできますね。でもやっぱり綺麗ですね。 SD の品質で撮ってるやつなんですけど、でもやっぱ綺麗ですね。このテープに関しては問題なく再生できました。で、冒頭でちょっと話した、HDV のテープを入れるとどうなるかを試してみたいと思います。ちょっと別の機器になるんですけど、こちらが、HDV 対応しているようハンディカムですね。 HDV1080i って書いてますよね。これが HDV 規格で撮られてるテープです。で、このハンディカムだと対応しているので問題なく今再生できてます。じゃあこれを実際にこの、GVD1000 に入れて再生してみたいと思います。そうするとこのようにですね、ずっと青い画面のままなんですね。再生自体はされてるんですが映像を読み取ることができなくて、要は未収録のテープと一緒のような状態になります。なのでちょっとこういったテープがある場合はカラーテープの可能性ももちろんあるんですけど、この HDV 規格で撮られているような可能性もあるので、何かその対応したテープで一度確認してみるのがいいのかなと思います。なんかせっかく撮ってたのに入ってないやって捨ててしまうのはもったいないので、そういった点は注意した方がいいかなと思います。はい、じゃあこのテープも取り出しも一緒ですね。ここの取り出し部分のスイッチを押すと勝手に出てきますので
あとテープを抜いてここを押すだけです。はい、これで終わりにしたいと思います。はい、実際に使ってみました。こちらの機器はですね、デジタルビデオウォークマンというような触れ込みだったので、まあやはり持ち運びできるようなものですね。でコンパクトな仕様になってますね。最近出てるような機器に比べるとやっぱ大きいですけども、大きさとしては非常に小さい部類に入ると思います。はい、というわけで今回の機器も評価させていただきたいと思います。まずは使いやすさですね。こちらの機種がですね、2000年確か前半とかに発売されたと思うんですけども、その時は結構画期的だったんですよね。 iLink とかっていうのがあって、要はパソコンに転送できたりとか、あとメモリースティックとかに動画から静止画にできるようなとかっていうのがあったりしたんですけど、別にもそういったものを使わなくてもできるような機器だったり環境だったりがあるので、まあ、そこはちょっと残念な部分なんですけども、まあ、本当に普通に見る分には問題なく使えます。でそのバッテリーをつけて持ち運びできるので、例えば別の場所で見るってこともできますし、やはりそのテレビをつけなくていいっていうのは非常にいい部分ですよね。なので使いやすさに関しては、5をつけさせていただきます。次に品質ですね。品質がですね、ちょっと DV の場合はまた難しくて、そのテープ自体がもう品質がいいものなので、機器によってそこまで正直違いが出るかなっていう部分なんですけども、十分綺麗に映像を見ることもできます。 HDV に対応してないっていう部分だけがちょっと残念なところかなと思うので、まあ、それだけをちょっと考慮させていただいて、まあ、品質に関しては4をつけさせていただきます。次にダビングですね。ダビングも同じですよね。 HDV に対応してない部分と、端子類もその S 端子とか、まあ、コンポジットはついてるので、まあ、そういったもので別の動画で紹介しているようなアナログにつれてダビングするっていうことはもちろんできます。ちょっと次のコスパに被ってしまうとこなんですけども、ただそれだけでダビングするのであればわざわざこの機器を使う必要もないのかなと思うので、まあダビングに関しては4をつけさせていただきます。で最後にコスパですね。いろいろな機能が搭載されてたので結構高めの値段だったんですよね。やっぱ人気の機種なんですよ。で今でも中古でも結構出てますし、レンタルも結構多く出てるんですね。なので本当に見たいだけの人であれば買うってなると結構高いので、まあ、正直あまりお勧めできないかなと思います。ただそのレンタルがいろいろあって、例えばその必要な時だけ借りてもう返すっていうことであればかなり価格は下げられるので、そういった使い方をすればまあコスパに関してもいいのかなと思います。まあ、そういった手に入りやすい環境が整っているという部分を考えて、まあ、コスパに関しては3をつけさせていただきたいと思います。はい、というわけで今回はこのように評価をさせていただきました。まあ、結構このミニ DV がですね、本当に気づいた時に大量に出てくるっていうことが多いと思うんですよ。もう場所もあまり取らないテープなので、本当にこうなんか奥にしまい込んでて忘れてしまっていることもあると思うので、ぜひその出てきた際にはこういった機器を使って見るでもいいですし、ダビングをするっていうことをお勧めしますね。というわけで今回の機器もですね、私どものサービスでレンタルをしています。あとはダビングもしてますので、まあ、詳細は概要欄に書いておきますので、よろしければご利用ください。というわけで今回はデジタルビデオウォークマンソニーの GVD の1000を紹介させていただきました。この動画が参考になったと思う方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。他の動画もございますのでよろしければご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。